いや、帰ってきて動画2本撮ろうと思ったのに寝ちゃったよ。前回ですね、センターバック、皆さんが思う最強のセンターバック、皆さんが一番好きなセンターバックというですね、質問をさせていただいたんで、それをちょっと見ていきましょう。カンナバーロ。なるほどね。カンナバーロ、ファーディナンドいいですよね。パルミエリだよってばあちゃんとか言ってますね。やかましいですね。オルダスが、じゃあ、センターバック聞いてるんで、こっちは。マルディーニ、マグワイア。なるほど。まあ、私の予想ですけど、マルディーニ、ネスタ、プジョル。あとはカンナバーロ。このあたりじゃないですかね、やっぱりね。イタリア人は多分強いんですよ。センターバックの、やっぱりこう人気っていうか。はい。あとはプジョル。やっぱプジョルですね。マルディーニ、ファーディランド、プジョル、松田直樹さん、長澤裕二さん。日本人だとやっぱそうですね。伝説的な松田直樹さん。そして、やっぱボンバー。はい。いや、触れない方がいいですよ。本当に。彼喜ぶんで。マルディーニ、バラン、ネスタ。え？いや、スポーツ間違ってるんで。はい。マルディーニが多いな、やっぱりな。ファーディランド、ネスタ、ビディッチ。はい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 。まあ、そうですね。ユナイテッドの時のファーディランドとビディッチは良かったな。無言で見ちゃった、これ。ネクサス。うん。ルーレットね、ルーレット。それもありですね。はい、解任はされません。セルヒオ・ラモス、シュクルテル、ドマゴイ・ビダ、マルディーニ、やっぱマルディーニが多いのかな。やっぱりね、中澤トゥーリオ、南アフリカワールド杯の時ですね。はい。ルシオ、スタム。あ、スタムが今のルシオ。ここの辺が一票っていうのはなかなかちょっと興味深い。ビリッチ・ファーディナント。はい。何々縛り。はい。はい。キャンベル。はいはい。やっぱキャンベルは、バルサとのね、2005、6シーズンかな。あのチャンピオンズリーグ決勝のね、ゴール。レーマンが退場してからのゴール。あれが忘れられません。はい。ルシオ。スタム・ルシオ。はい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 。はい。久保くん、レアルおめでとう。戸田和幸やないかい。あー、日韓の時のね。デサイー。アジャラ。デサイーもまだ1票か。はあ、ファーディランド、サムエル、ジョン・テリー、電撃ネットワーク、マルキーニョス、キンペンベ。だこの方はきっとパリ・サンジェルマンが好きなんでしょうね。うん。ゴディン、カンナバーロ、チアゴ・シューバ。チアゴ・シューバも一人目ですね。マルディーニ、はい、森田和義、それタモさんです。ネスタ、ヒメネス、カンナバーロ、マルディーニ、松田直樹、2700の常。いやいや、違います、監督は。右肘、左肘、交互に見て、じゃないんですよ。今、声だけを皆さんにお届けしてますけど、ちゃんと今、私、踊って歌いました。ファンダイク、カンナバーロ、テュラム、ビアンコネロ好きなんで、はい。試合内容が入ってこない。スターム、ヤリッチ、森重、リザーブ選手、あ、これは、はい、前回言いました。セルヒオ・ラモス。やっぱ、マルディーニがやっぱダントツ多いな。ねえ。ビディッチ、イリチッチ、イリチッチな、そういうことね。イリチッチの全盛期、今説。カンナバーロ。まあ、バロンドーラーとしてやっぱカンナバーロはね、あれですからね。あ、そっか、ファンダイクがバロンドールっていう可能性があるってことか。はぁ、なるほど。プジョル、トゥーリオ、プジョル。エンディングの曲名は左上に書いてあるはずです。カンナバーロ、ビリッチ、ファディアの、チンチン、食べちゃうぞ。おい！読んじゃったぞ！はい、カロス・ベラのゴールが、はい、ダメです。ルシオ。ルシオも多いな。いや、今だとファンダイクが一番人気ですね。プジョルも多い。今のところ感覚だと、マルディーニ、プジョル、ネスタ、ファビオ・カンナバーロ。この後、やっぱそっか。やっぱそうなる？やっぱり。松田直樹さん。ラファエル・マルケス、松田直樹、マテラッチ。あ、マテラッチも1票。なかなかこれ、興味深い。興味深いですね。はい。やっぱ、
プジョルか。あ、でもファーディナンド・ビディッチの組み合わせは人気ですね。これ3、4票入ってますね。ハムシクではありません、私は。はい。はい。プジョル。猫ニラさんで告白されたことありますか？あるに決まってんだろ！ 33 人いってんだから。ボンバー中澤一択。はい。バレージ。カンペ。マルディーニ。高3なのにマルディーニネスター。渋いですね。はい。チェルジュニアは、今、どこどこのスポーツ紙の、あれをやってる、社長をやってるらしいです。ネスタ・ファーディナンド。谷口。あ、金ちゃんね。はい。プジョル、ネスタ、プジョル。庄司。はい。タリボウエスト。たこ焼きマントマン。メルツザイグル。はい。解任。はい。ミハイロビッチ。これも1票だな。まあ、ミハイロビッチはね、左サイドバックもできますしね。左サイドバックのイメージが強いかな。まあ、センターバック、どっちかな。まあ、どっちもできるって感じ。はい。左サイドバックのイメージの方が私は強いです。コンパニ。うん。キエッリーニ。キエッリーニもまだ一票ですね。ファーディナンド、ルシオ。はい。プジョル。ゴンサロ・ロドリゲス、プジョル。うん。ジョン・テリー。返柔は返調だろう。これはね、まあ、突っ込む方いらっしゃるかなと思ったんですけど、2チャンネルでは返柔って言わなきゃいけないルールだったんですよ。あとは外出ね、外出外出カッコキーボードで打てないっていうのが、あの2チャンネルで の1個のこうネタなので、その辺、まあ、年齢の差が出ちゃうのやっぱりな、ごめんなさい。ネスタ、プジョル、松田直樹。ムサッキをセンターバックで格闘するのはどう？ラモス。あ、違います。はい。この方は毎回言ってくれてない。いつか見せないとね。いつか見せないとダメだ。はい。あ、もう一回言ってる。キャラがファビオ・カンナバロ、ネスタ。現役だとファンダイク、ストーンズ。日本人はボンバー、トゥーリオ、森重。ああ、なるほど。丁寧にありがとうございます。イニエスタのことをイリエスクと言い間違えてしまいました。それはまずいですよ。あ、ダメだったんだ。ヘスキー、プジョル、ラモス、ラモス、ネスタ。おーい、テュラム。はい。コンパニ、ダニーローズ。ダニーローズ見せてないっけ。あ、2700っていう、あの意見が2個目です。はい。ベッケンバウアーまだ1個だね、そういえば。まあ、ボラン、まあ、そう、リベロっていう、ちょっと特殊なポジションだったかな、彼は。ファンダイク、ネスタ、ファンダイク、デリフト。わかりました。まあ、ちょっと感覚になりますけど、やっぱりプジョルと、マルディーニが多かった気がする。で、次、カンナバーロ。カンナバーロの後、ネスタ。かな。で、ファーディナンとビディッチあたりかな。現役だとやっぱりファンダイクが一番多かった。その次はセルヒオ・ラモスかな。という形でございました。ありがとうございました。さようなら。で、今日はですね、左サイドバックですね。条件検索。ポジション、レフトサイドバック。これだからレストサイドバックだけがいいんだけど、俺。レストサイドバックできる人も検索されるシステムやめてほしいんだよな。そういうのできないよね。できます？できない？できなさそう。ダニー・アウベスが一番上に来ちゃってるんですけど、純粋な左サイドバックだとシソコ、アリシソコ。え？その次ベイルなの？もうマジで言ってる？ベイルすげえな。ベイル取れる日が来たらもうあれですよね。このゲームのオリンピック世代でのあれ的にあれだと、ちょっと寝起きなんで言葉出てきません。もうそれは配信者として最低です。キエリーニ、バレンシアでマルセロ。はい。なるほどね。はぁ。マルセロは上がってんの？上がってんの？下がってんの？上がってんの？キックザカンクルー状態？はい。ツイグル。どうですか？私の発音。ツイグル。多分ゴミです。発音。私、英語4以上、4取ったことないんで、3以上取ったことないです。
4以上取ったことないか。はい、そうなんです。そんな人間でもセンター試験は頑張れば取れるんです。そんなことはどうでもいいんです。我々のチームの左サイドバックはマルコス・アロンソですけど、やっぱここら辺には食い込んでないね、この時代はね。キーラン・ギブス、うん、みんな90多いな。でもクリシー、はい、ねえ、90が多いですね。え、フィリペ・ルイス、これフィリペはい、グラサンディア、芝居にしたいけど、ダビド・ルイスとかはいい。あ、コエントランね。コエントランは昨日見せましたけれども、うん。エプジョル、はいはいはい。コンセイソン。うん、上がってんな。86ぐらいまで見せましょうか。いや、ちょっとね、こう、どうなんですか？皆さん的に、これ今だから、ゲームの年代で言うと2011年から始まって2013年だから、あと5年ぐらいやれば、今の時代のあれなんですよ。コラロフ似てるな。今の時代に追いつくんですけど、まだ現実世界に。その時にこの時若かったマルコス・アロンソとかがどういう能力になるかっていうのがちょっとあれですよね。見物ですよね。多分今のウィーレでマルコス・アロンソって相当能力高いでしょ。 FP にもなってるしねえ。だ、そういうあの検証もやりたいな。めちゃくちゃ飛ばしてねえ、10年後どういう能力になってるかみたいなさ。そういうタイさんがよく FIFA でやってるじゃないですか。あれのウィーレ版もちょっとやりたいなと思ってます。アシュリーコール、アシュリーコール下がってるのかな。下がってるわ。で、アドリアーノ、あ、アドリアーノね、はい。今香川選手とあのあれだった、チームメイトだった。で、ベインズ、アンサルディ、あ、日本人最強はやっぱ長友なんで、そうそういますよ、長友は。はい、うん、82ぐらいだった気がするよ。リーセ、うん、でも80は似てるな。私が世界で一番好きな選手がリーセです。シュート力は？シュート力88。ちょっと衰えて始めてるってこと？ああ、そういうことか。悲しみ。ちょっと、長友さん、あれ、長友いた？あれ、長友は？あ、86にいたやん！私の目はどうやら、節穴のようです。ありがとうございました。で、スケジュールをちょっと確認させていただきたいで5月、シティ、ボルトン、ボルド、これはちょっとシティ怖えぞ。シティ、ちょっと見ます。シティトピックスで、あ、まだ試合じゃなかった。試合進みます。コッツロードをクビにしてファンダイクを入れるっていうとんでもない作戦に今踊り出てるんで、あの、私はスタメンが確保されるなら行きますよみたいな、そういうことになってるんで、本当に自分より能力高い選手を排除すれば来てくれるのかっていう、そういう実験です今。はい、会長から伝言、イエローカード、レッドカードなし、それなら いける気がする。はい、シティ5位、今5位か。あ、我々の方が順位上じゃん、つえー、おい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 、何これ、マジで言ってる、前のコラルの86だ。さっき見たけど、ヤヤトゥーレ、パストーレ、パストーレとかそういうのが控え。順位表確認しとくか。我々は2位なんですよ。シティ5位なんですよ。負けちゃダメなんですよ。ベララビがダメなんで、それこそシナウト行こう。おこのシナウトで、ペリシッチ、まあ、エトリダメじゃん。マカロンは、まあ、カロンロン、あ、いいね、バカロン、バカロンって言っちゃった、ごめん。で、ローホー、マルコス・アロンソダメだけど、マルコス・アロンソは使う、丸、ファンデンベル一応入れとこう。左サイドバックでいいのはファンデンベルだけだから。これでいきましょう。
でゲームプランを見てちょっと相手の能力をさらっと見ましょうね。ペリと比べます。ジェコ、まあ、ペリも遜色ない気するけどな。シュート精度ペリって74なの？なんであんな入る？なんであんな入る？えぐいのはバロテリですよ。あなたうちのチーム来て、マジで本当にバロお願いだから、バロテリとかベイルを取るのが、まあ、最終目標ですね。うちのチームはダビド・シルバ強っ。マジで言ってる？テベス94。もう94って何？でナイジェル・デヨング、はい、でギャレス・バリー、いいですね。クリシー、お世話になりました、かつて。でコンパニーの人気もありましたね、センターバックね。強いです、やはり。で、コロトゥーレ。えぐくない？えぐない？で、ミルナ。ミルナが右サイドバック。で、ジョーハート。えぐない？えぐナイル。ライジングサン。試合開始。さあ、シティホームですから。ちょっと胸を借りるつもりで、いや、うちの方が順位上なんで、負けまてん。やめて。無言日本語で喋ってください。スナウトを一回戻すよ。そう。で、縦。そう！ゴーゴーゴー！いいよ！もうクロス二回押しに行きます！いいよ！うわ！うまいよ！フランスルの使い方分かってきてるよ！清水！うわ！えぐいて！やば！絶対やばい！おいしょー、おいしょー、ペリ、おいおい、ぶつかり稽古マジでやめて。このゲーム。いいんじゃない？ワンツーショー。そっちに出す、出す。あ、まずい！これ、ダビドシルバ浮き球パスしてく。ちょ、うわー、マジで言ってます？いや、こういうチームなんだよ。いや、ここだから言っちゃ、もう、マルコさんの絞ったけど、今、トローチンが言っちゃダメだったんだよな。これはもう、ゴンちゃんがかわいそうだよ。おい、まあな、ジェコ、体強いしよ。あ、何が起きてる？いや、追いつこう。ちょ、連勝できてるからさ。さあ、追いつこう。バロテッリが奪う。一人で持っていく。届けてきますよ、これ。今狙いましたね。いや、えぐくない？何？もう、取っても、ロケット鉛筆みたいに相手に行くじゃん。ロケット鉛筆戦法じゃん、こんな。昔のダブチの中央突破かよ。ナイス。カウンティーインポジション。言えない。寝起きだから滑舌地獄。いや、これ落ち着いて攻めるしかないわ、もう。こうなると。ここでボールをもらいます。ペリードンです！ピピピピピ！ジェコ。ナイス！トルホツイーンです！ん、私の名前は。トルホツイーン！いや。さあ、行くぞー。バーリー。奪います。駆け上がる。さあ、ベラにチューメイトメモリー使ってシュー！え？惜しい！いいよ、今のでしょう、だから要は。こういうことですよね。私としては最高でしたけどもね。出し手と受け手のタイミングがバッチリ合いましたよね。いやいや、ドナーティ頑張って守備してんだから点取って、やばい。ナイス、トルホッツイン。え？嘘やろ？オブリル・ラビーン。いいよ。さあ、パスを。いいよ、ああ。繋がっていく。さあ、ベラ。いやあ。こちらも変えましょう。オールダスでも調子悪いんで、ちょっとファンデンベルフ、マルコサロスと交代します。で、マカロン行こう。マカロン。で、こういう時は、もう伝説のバーチャットトップ起用です。ちょ、イブラヒュミを上げよう。背高いから。いきます。いや、惜しいな。これチャンスだよ。
これチャンス、うわーバーゴーえなんでよ、いや大興奮しちゃったじゃないか、オフサイドですか今の、いやこれ跳ね返してカウンティングポジションだな、オッケー、弾かれます、嘘でしょ嘘でしょ、テベスにその位置はまずいんじゃない、いいか、いや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 、おーい、いやもうだって取ってんのに取れてなかったっていう、もう隣のトトロ現象が止まんねんだもん、ゼコ出足速えって、後半の35分マジ冷静沈着、一矢報い、落ち着いていこう、落ち着き払えばバーチャとのパスは開けるはず、開かず、ちょゼコにハットトリックだけは何としても防がねばならなるまい、取れねえんだよボール、もうこういうビッググラブ、あいほら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 、オッケー、おい、おしょ、やばい、さあチェコ、いや取れ取れ取れて、オッケー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 、チャンスじゃないか、いやー負けた、久々に負けた、いや強えよシティ、こういうチームに勝たないと優勝できないんですって本当に、3位になっちった、まあでもスパーズとの勝ち点差は3なんでまだ大丈夫ですね、ちきしょ、4人、はい、代表4人、はい、そうでしょうね、で、ボルトンは7位か、勝ちます、はい、まあ強い、いやーペトロフが80、イチョンヨンが84、ね、ケイヒルもいるしね、交渉あと一枠余ってるっぽいんですよ、まあちょ バロテリは無理だよな、ドリーム枠、ドリーム枠を取りたいんです、オバメヤン、オバメヤン行こうよ、オバメヤン、ねえなんでダメなのオバメヤンは、でゲームプランですね、清水の調子悪い、あ代表帰りだからか、ロホも調子悪いけどもうロホで行きます、マカロンがダメなんでエトリと変えて、グーガン、はい、ファンデンベルフはいらない、ヤリチ入れとくか、センターバック一応、カマチョがダメ、シュバルツいけそうだね、こんな感じで、ちょ能力を少し見ていきましょうね、あシナウトンじゃなくてペ、えあれベララビは、あベララビいけんじゃん、危ね、じゃマルコス・アロンソ最近能力1個上がったんです、ちょっとマルコス・アロンソと比べましょう、60代はいいや、ペトロフ強いな、だそんなフリーキックねそんな上手くないんですよ、まだ78なんで上手いけど、うん、でイチョンヨンがえぐいな、能力えぐ、えげつ内容じゃん、うんうん、まあ、ボルトンに勝てないようだと優勝とかもう言語道断なんで、ほんまに見せます、でケイヒルですね、うん、フォースター、まあ、点取ろう、ちょっとシティに点1個も取れる、まあ取れそうだったな、ばあちゃんの幻のゴール惜しかったな、なんか右下に桜、右下に桜木花道いるんですけど、何何何、勝ちます、まずいんじゃない、アブリル・ラビーン、イブラヒム、あ持ち上がれる持ち上がれる、ペリに出して、ベラに出して、うわー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 、オッケー、3人に囲まれ、ペリ、いや、打てベラベラナイスこれはでかい、ベラが調子上げてきてんだもの、いやベラ、もう右下にベラの画像貼る、今回のゴールからベラの画像は今貼ってあると思います、いやナイスシュー、いいですよこういうシュートですよ、先ほどのシュートは右足だったからですか、
ナイスシュート。この1点守れば勝てるから、そういう気持ちが失点を生むんです、クソ監督が。いや、うめえんだよ、そのサイドのパス、えぐくね。いや、オブリル・ラビン、ドナーティの持ち上げから清水に出して、ペリが切り返して、もう一回こうでしょ。クロスバーかな。あー、クロスバー。いや、追いつかない。うまくかわしてきますよね。ナイス。え、パール？パールです。パールって言っちゃったよ、慌てたから。何がファールなんすそれ。審判、相手の味方か、やってんな、さては。勝ってんな。ヘディング、オッケー。中央から引きつけて、でサイド当てます、カットインします、こうです、ダイレクトシュー、オッケー。ナイス。これはペリー依存。いや、でやっぱね、シティが強すぎるんだって。これぐらい取れるものだって、点が。まあリフレクションしてるけど、どうさ、もうちょ、寝起きで滑舌が地獄。これ良かったしね、ベララビのスルーパスも良かったし、ペリのダイアゴナルランも良かったし、これダイレで打ったのがでかい。はい、ナイス。いや、スバラスバラ、ナイス、スバラ。え？いや、絶対にやってくる。ほらな、ほら、おー、ナイスキー。うめんだよ、フリーキックがよ、コムはマジで。ナイス、バルミエリ。いいよ、こういうことでしょ。これはもう、シュートフェイントにかわしてシュー、オッケー。もうチームメイトムービングからの完璧なフィニッシュ。いや、シュートフェイントしちゃったもんね。いや、これでしょ、これですよ、こういうことでしょう。これは完璧。こうもシュートフェイントしろって散々言われてたんでね、1対1の時。ナイス。あー気持ち、あー気持ち、ざま見やがれ。ボルトン危険です、これ。危険地帯、第9地区。オッケー。何してんの、おい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 。いいよ、マルコス・アロンソマ走ってまーす。中面の海につくベラライブ走らせまーす。切り返して2回押ししまーす。ダメ、うん、まずいですね。サイドフリーですね。ナイス、ドナーティ、ナイス、ゴンちゃん。もう攻められ、よし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 、終わり。ピッピッピッピ、審判、オッケー。さあ、後半はチャット早めに交代ましてね、もう疲れてるから代表組が。あ、イブラミュピクピクディフェンスして、オッケー。おい、何してんの、また。おう、なんだそれは。ちょっと待って、交代。ちょ、中盤が重すぎる、もう代表帰りは。本当に。なんでこんな重いんでしょうか。ダルオス行くか。ベラ2得点取ってるし。あ、でもハットトリックチャンスもあるな。清水も変えよう。で、トローチンとイブラヒム変えてあげたいけど、変えれる選手がいない問題発生したんで、ヤリッチ。うん。オッケー。狙ってくんのか、ゴンちゃん頼む。よし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 。上げさせダメ、上げさせちゃダメなんだって。ワンタッチで入れてきましたね。ちょっと長く合いませんでしたけど、面白いプレーでしたね。オッケー、ばあちゃんの伝説見せます。ばあちゃん頑張れ、あるあるある。いやさあ、ばあちゃんから始まる物語。いつも通りのあの日のこと、君は突然立ち上がり言った。今夜俺と飲み行こう。いや
です嫌です、あなたとはシュート打てねえ。ちょ無失点でいこう、無失点でクリーンシート、うわ嘘でしょ、無失点でいこうって言ったじゃん。何が起きたの今、もうエアコン入れる。うわなんかふわふわいっちゃってんな誰かが。さあバーから始まる物語見せてずれ込むな。しかし愛も変わらずナイスパスだけどね。ベラならこっから打ってハットトリックヒーロー。にゃやばい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 、あやばい、ないで、は？どっちが早いか勝負。オッケー。しっかりと抑えます。危ねえ。アルミエイ、もうラスト攻めでしょこれ、ラスト攻めなんでバー使います。そうバー使います。ダメです、終わっていいですもう。じゃあオッケー、ナイスゲーム、ナイスゲーム。前半の尺が8割です、この試合は。ベラがマウスマッチ、そうでしょう。いやーまあシティに負けたのは痛かった。シティ強っ。え？何それ？ 2 位ですね。オッケーオッケーオッケー。ゴールランキング見ておきましょう。ペリシッチが2位です。マジで言ってる？てか、ジェコは毎回点取りすぎでしょ。まあ、うちが2得点上げちゃったけど。アシストは？ベララビ。はいはいはい。で、EL なんですよ。EL。今こういう状況です。ボルドー、ボルドーにもう一回勝てばダブル食らわせればもう方法いけるんじゃない。ファンダイクダメじゃん。え、格下のチームに興味ないだあいつ、言ってることちげえぞさっきと。まあ、前回は見せましたからちょっとさらっといきますけど、まあ、強いは強いんですよ。うん、ただトレムリナスとかはベンチっぽいね。ケディラも、なんでケディラ使わないんだろう。ちょ悔しいんでもう一回行こう。ファンダイクてか、格下のチームに興味ないとお前負けてっからね、フロー人間うちに EL で。何言ってます本当に。ゲームプラン見るとイブラヒムの調子がちょっと悪いんで、カマチョあたり行きたいなって話ですね。はい、イブラヒム休んでもらおう。パルミエリ、ロホ、ここは出てもらわなきゃしゃあない。行きます。これでさらっとね、さらっと黄色の人とかだけちょっとあれしましょう。トローチンと比べる、トローチンも83か。はい、こちら強っ。ダミル、まあ見せましたからね前回も。まあ落ちようよっていうことを分かってください。ルーカス・ビリア出てます今回も。あクリボビアク、クリボビアクちょっと見たいね。71か。うん、マランジュ、キーパーがカラッソ。あ、よくここから点をたくさん取ったものですね。まあ、前回名勝負だったんで名勝負期待しましょう。さあお客さんも入ってます。ここで勝たずしていつ勝つのか、猫ニラ FC の本領を見せましょう。いいよ清水ドリブル、あベラ、ベラゾーンですこれ、鍋です。取った、オッケー、カマチョ、オッケー、ワン、ツーできない。いいよ、落ち着いて、清水、そうそうそう、そうそうそう、こういうことでしょ。いやーナイス、カマチョ、カマチョ、取られてしまいます。ナイボー、キックフェイント、縦、ベラ、オッケー。これこれこれ、いやナイスだね。ドナーティのかわしもちょっとヒヤッとしたけどね、このキックエンジ良かったですよね。ナイスでーす。振り向きざまシュー、オルダス仕込みの振り向きざまシュー。滑舌今日地獄ですね、すいません。寝起きってこんなもんでしょ。いやこれはもう鉄板中の鉄板なんで、はい、でかい。立ち上がり点取れたのはでかい。勃起、
ドナーティのディフェンス。え？嘘でしょ。オーケー。毎回立てず、もうめちゃくちゃ攻められるんですよ。なんだ、え、チャンスじゃないこれ。前出して。ナイス。これもチャンスだから。こういうことだから。ほら、おー、オンゴール。ナイス。こんなこともあんのか。まあ早く攻めたからね、今ね、チームメイトムービングも使って、これね、ほら、すげえパス。なんですかこのパス。いや、ナイスシュート相手。誰が決めたんですか今のは。完璧なヘディングシュートだもん。だってむしろねえ、いや、いいよ。なんでボルド相手に点取れて、シティ相手に点取れねえんだよ。おかしいだろ。いや、うまっ。待て待て、もう点取ろうとしてるじゃん、コムが。ほら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 、もう1点取ればもう鼻くそじりながらプレーできるんでね。鼻ほじプレーが私は夢です。ダメです。あります。いや、ズレある、ある。え、ビリア、天からから細かいパスをつないで、何がどうなってる。いや、もう取れねえ。あ、取れない。うわ、通ります。ナイス、ドナーティ立て、ナイス。こういうことでしょ。いや、ちょっと斜めに出そうと思ったんだけどな、俺は。ボールは戻り、ビリア。いや、待って待って待って、ドナーティーなら、ドナーティー強し。これは取られます。これいける気がする。清水、ほら、ナイス清水。ビリアに追いつかれない魂。ファーに上げて、誰もいない。やられたからね、そういう感じで。前回ボルドー戦の時、ほらほらほら、やばい。あ、来た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 、フラッシュパス。ナイス、パールミ。うん、あぶねー。ベラ狙ってみる、ファー上げる。ある、惜しいな。さあ、これはボールドーのカウンターになるのか。嘘でしょ、何それ。さあ、ボールドーの勝負ですね。うますぎ。オッケー、ナイス。攻められてる回数は多いんですよ、ボルドー相手だと。これは大丈夫でしょう。蹴っ飛ばします。 OK。 いや、 2-0 はでかい。前半 2-0 は勃起。1点返されたら勢い乗るからね相手。はぁ、クリビオビアク対マルコス・アロンソ。いや、バチ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 抜かれた。ナイディ、喧嘩してる。でも彼は本来距離ありますけどもね。面白いでしょ、このボールも。嘘でしょ。ナイス、ゴンディ。ラミル、どうする。コントロール、打たしたらダメ、打たしたらダメなんだって。オッケー。誰変えるかっていう話、ヤリッチ行くか、ロホと。ロホちょっと調子悪いから。どうする、あとは。まあ、オルダス行くか、久々に。いや、ナイスゴールだった、ベラ、マジで。ダミル、ヤリッチ、ナイス。ヤリッチング、マチコ、ミスター、起用に応えた。カマチョ、ペリシッチ、でカマチョに当てて一回広げます。もう一回中、こう、ここで受けた。ダル、アンドレ抜いて、出た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 。チャンスメイクしたいですね。いや、ないでいない。いや、待って、アブリロ・ラブーン。さあ、マルコス・アロンソに当てることによって中が空きます。俺たち行け。さあ、あーシュート。いや、いいよ、やっぱりね、様になってる。振り向きざまシューがもう、カマチョ、オーケー。カマチョがカマチョになった日。ピピピピ、仕事に、せっかくベンチ入れたから仕事にと変えます。この大舞台で仕事にの出番、キモ監督。彼も
ベラダビに当てますね。で、横にすぐ出す。で、こう、こう、え、オッケー、ピンボールシュート見せちゃったな。はい、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 いや、3点も取っちゃった。ボルド相手に。めっちゃ攻められてるのにもかかわらず。スーケ緊張してるのか？いや、まずい。無失点で、クリーンシートで行きたい。はぁ！オッケー。クリーンシートっていうのは白紙って意味だからな。相手のスコアブックに書かしてあげる。なんでなんで？オッケーオッケーオッケー。クリーンシート。命かけてクリーンシート。え？サビッチ。グランダーのパス。あぶね。風景。足遅すぎもんだあるけど。オルダス走らせて。ダメでした。もう終わりでいいよ。終わりでいいって審判。もうあい。もういいじゃん。勝敗決まってんじゃん。は？ナイスキー。時間を使います。ちょっと闇雲に黒使えって言ってんじゃん時間。オッケー。いや、 CT に勝てればいい感じだったんだけれども、いいんじゃないでしょうか。はい、オルダスはなんでな。これでもうほぼほぼ突破 いけるんじゃない。我々は他のねグループも気になりますけど、ちょっと確認しましょうね他のグループもね。うん、あ、もうフロー人間は絶対ダメだ。パレルモが2位になってるもん、得失点差で。違うわ、1分けだからか。ボルドーが下がってっちゃった。我々がダブル食らわしたからな。グループ J、ポルト、サンテティエンヌ。ポルト強。エバートン、あー負けなしか。ガルネットはエスパニョールはダメなのか、まだ。てかダメっぽいな。ローマ、ディナモ、ザグレブ。ここはもう決まりだね、その2チームで。え、へぇー、ポルトガルリーグですよね、 CD ナシオナルって。へぇ、バレンシア、スポルティング、なるほど。フェイエノールとかやばそう。ナポリ、ペースベイ、ここも決まりだな多分。そこで決まりそう。リール、あー謎。ここはでもあー、リール、リール強っ。ユナイテッドがもうダントツコちゃんしてるなやっぱり。でボローニャもダントツコちゃんしてる。うん、アトレチコ。あ、アトレチコいけそうだね。ここもダントツなんだね、言うて。アヤックス、はい。アストンビラ。うん。っていうことでした。いや、チケット代やばいことなってる。え？マジで？ 1 億8680万。え？ EL のゴールランキング。ベルバトフが5ゴールか。ベラはでも3ゴール取ってるね。いい感じ。ペリシッチも3ゴール。ベララビの2か、うん。スケジュールを確認すると、チェルシー、フルハム、ニューカッスル。フルハムは FA カップです。チェルシーとニューカッスルが怖いなぁ。その後もスパーズって続く。チェルシーみたいなチームに勝たないと、優勝ないから、本当に。マジで、頑張ります。私は、命をかけて、チェルシーに勝つ。チャンネル登録、高評価、よろしくお願いいたします。ありがとうございました。さよなら。